ラーメン業界のブームも一周してるってフォンマですもん皆さんラーメン屋さんよく行かれると思いますけれども もう本当に新しいラーメン屋さんがあそこにオープンしたとか、うん、えここのラーメンが美味しいとかあ皆さんもいろんな独自の情報もお持ちと思いますが、うん、ラーメン屋さん、今どれほど数があって、うん、どんなブームが今来ているのかうん、うん、またここ数年でラーメン業界どんな変化が起きているのかなどなど全国47都道府県のラーメンを食べ歩きますラーメンライターの井出隊長さんにお話を伺ってまいります、はい、井田さんおはようございます。 おおおはよよううございいいいままますすすどぞろしくお願いししく願願た井出隊長さんはラーメンの発信だけじゃなくって、はい、あのサザンオールスターズのトリビュートライブ「<う>井出隊長バンド」というのも狙ってらっしゃって、えー、音楽活動も続けながらということなんですけれども、はい、あのよくいろんなところでラーメンの話で聞かれると思いますが年間はどれぐらいまず食べはるもんなんですか井出隊長さん。 私は年間今600杯ぐらいのラーメンを食べてます。600<杯> <laughs> ということは、もう一日一杯は必ずそうですね、基本的には一日一杯は食べてて、<laughs> うん、結構仕事であの、まあ、最近よくあるのは、なんかあの、えー、カップ麺の格付けチェックとか、ああいう仕事あるんですよ。 つ食べる日とかもあったりとか、あのすいません。あ,あと地方を回るとやっぱり一日五五六件って回ったりするので、五六件はい五六っ回ったり、はい、全部完食しはるんですか。食べますはい。ほらスープも出る？あスープはえっと全部飲んでると死んじゃうので。ですよね。<laughs> あの。 残すようにはしてますけど。マジで。最後ですけど、まあ、ちょっと塩分多いですもんね。いやでもそれでもなんか飲みたくなりません。美味しいスープも多いし。これはあの僕年間600ぐらい食べてるんですけども、はい、えっとまあ今年のベスト10にここは入るだろうなと思った10件は飲んでいいっていうルールに。自分の中で。<laughs> あ。これはやっぱり飲みたいんですよね。それはでも食べてみないとわかんないわけですよね。 そう、食べてる間に、あ、これは今年のベスト1ン入るなと思ったら、はい、っていう。うんはい、あ、そういう。いでも、すいません、例えば、うん、はい、今日ベスト1ン、あ、来た、明日も来たと。あ、に、に、二月で2杯いっちゃったみたいになると。<laughs> そ,それに。伊田隊長、それ言っちゃうと、今度ラーメン屋さん行った時に。<laughs> そ,うそ,うそ,うそう、そう。伊田隊長、これラーメンの汁残してるって思ったら、ちょっとお店の方がショック受けちゃう。 まあ,あんままりそこまで意識され目安として,て、えー。ええあのそれこそラーメンの情報ってねもういろいろ出てるじゃないですか、はい、この新聞テレビ雑誌も SNS 含めてだと思いますけれども、はい、その中で井出さんとかそのお店とかっていうのはどういうふうにまずこうリサーチして食べに行ってみたいなっていうのはどうしてあるんですか僕もあのララーーメンライタっ まあ、ラーメンの専門ライターとして結構活動しているんですが、進展、ね、の情報とかですね、うんまあ、これから開くお店の情報っていうのは事前に結構入ってきたりするものなんですけれども、あかうん、だから、まあ、僕らとしてはその、なんか行列が長くなっちゃってから行くのでは遅いので、先になんとなくこう、えー、目星をつけとかなきゃいけないんですけども、うん、あのただその、僕も行くお店が全部が全部。 美味しいお店かっていうとそういうことではないので、まあ、僕らみたいなこう、えー、ライターとかー、えー、そういう発信者がですね<ー>なんとか皆さんに美味しいお店の情報を伝えるべく日々<ー>あの足で稼いでるっていうのが実情かもしれないですね。何店舗ぐらいラーメン屋さんってあるんですかだいたいです、まあ あのラーメン店の定義にもよるんですけど大体2万軒から2万5千件軒っていうのが<然>あの情報にはなってますね。う思うんですけどねラーメンってもう日本のラーメンってもうラーメンどう、うん、みたいな感じというかこれだけいろんな種類と数があったらね<う>新規に出される方ってもうこれ相当な覚悟がないとね飲食店皆さんそうですけれども。うん ラ、はい、ーメンってなおその覚悟がなんかいるんじゃないかなって思うんですけどもね。んまあ、ねな,なんとなくその,あの店主さんが頑固だとか食べ方がどうとかっていうのはあるんですけど。 基本的にに自由食べいいと思うんですもんかんとなくそういう描かれ方をされてきたのかなってまあねファンの方の熱量もすごいですからねその分そういうふうなところもあるのかなと思うんですけどねおっしゃる通り行列を井出さんとかは作る側ですからねプロデュースする側だと思うんですけどさ冒頭にあったようにラーメンブームもこの一周してるっていうお話ですけれどもそのどういう変化があったんですかラーメン業界 その一周という中はっ具体的には、ですね、うん、その新しいラーメン、まああのあ、あまり見たことのないようなラーメンっていうのが結構出尽くして、ですねブームが一周して、今ですね。はい まあその昭和とか平成を彩ってきたような、いわゆる中華そばと言われるような、はあ、まあ昔のレトロな顔をしたラーメンを出す新店が増えてるっていうのが今のブームなんですよね。はあはあ、いわゆるシンプルなラーメンということですか、昔の中華そばというような。そうなんですよ。ネオノスタルジックって <laughs> 言われてますけどネオンのすけとかいう言い方になってるんですけどもそういうですねなんかあの昔の昔ラーメンみたいな進展が増えてきてきるんですよでもこれはまたトッピングとかもね備えにそうなると変わったものも入れられないじゃないですかきっと。はい、そうなんですはいとなると差別化していくというかね勝負感がすごい出ますよねシンプルにスープと麺みたいな。うん そうなんですよ。で、切りたてのチャーシューとか、まあ結構だから昔、あのー、まあ町中華とかラーメン専門店でやられてきたようなことなんですけども、まあ今あの、 まあ技術も革新して、あの工場で一気に作ることもできますし、うん、あの市販品も美味しいものができてるんですけど、うん、今一度、そのラーメンの中、基本に立ち返って、自分で麺作ってあの、スープ作って、切りたてのチャーシューを乗せてみたいな、意外とそういうなんか、手作り感みたいなところに、もう一回、火の目が当たっているというか、当時の町中華とか昭和を知らないその若い世代。 の方々がそういうのを新しいと感じるようになってるきてるみたいなんですよ。そうなね。昭和好きですもんね。あの新鮮なんですよ。言ってますもん。そうなんですよ。で、なんかお聞きしたら一方でそのラーメン業界はラーメン業界で、はい。なんか問題を抱えてる大変なところに今全体直面しているものがあるんですね。はい、そうですね。あのラーメンの千円の壁っていう問題がありまして。 えーとまあ、ラーメンを1000円以上で出すということに対する、その作り手も食べても、あこれは高いなと思ってしまうという心理的な問題なんですけれども、はい、まあもう、この、えーと、ここ1、2年の,その原材料の高騰と、あと水道光熱費の高騰っていうのが、もうラーメンに直撃してましてですね。はあ、はあ その今までと同じラーメンをその1,000円以内で出すっていうこと自体がなかなか難しくなってっていう現状がありましていそのまあ1,000円以上の価格にするっていうところに踏み出せずにですね閉店してしまってるお店っていうのがラーメンってそれこそ相場感をどれぐらいで見るかっていうのはありますけどイメージなんか僕880円とか。<laughs> 確かに 1000円超えると、んって思うかもしれませんけどもね、もともと庶民の味方みたいな、ねうん、感じで、ね確かにい、大衆食として始まってきた歴史がありますので、うんまあ、そういうふうになってるんですけど、美味しい、まあ、高級食材使った美味しいラーメンとか、その丁寧にスープ取ってとかっていうお店が、うんこ、このままでは成り立たなくなってしまうので。<う> ののも何日煮込んとか、うんんでで、ね、時間考えたら安すすすぎまあ一杯そうなんですよあ<ー>だからあの<あ>お寿司屋さんにあの回転寿司から高級寿司店があったりとか、うん、あのお蕎麦屋さんにあの立ち食いそばから、ね、高級そば店があるみたいな、うん、そういうちょっと多様化しないといけない状況には今あるかなっていう、ね、今お話聞いてて思ったんですけどやっぱりその値上げみたいなものをね しかも1000円という壁を超えると、途端にやっぱり売り上げ、くって肌感としてどうなんですか、伊手さん変わ,るま,変わりますかまずは出す、えっと、側、お店側がその1000円以上つけるのが、ほいではないと考えているところがまず多いというのと、<う>やっぱり1000円以内か1000円オーバーになると、客層がやっぱ変わるっていうんですよね。やあんあまでやっぱ常連さんがある程度離れていく、うん っていうところがあ<ー>まあ今まで支えてくれた常連さんたちに対する思いみたいなもやっ,たやっぱり作り手側としてはあるのであ<ー>まあそこのところに落としどころを作るのかというところにかなり悩まれてるっていうのが今の状況じゃないかなと思うんですけどもね。これ全員が一斉にある程度ねグッとそれこそベースアップじゃないですけどラーメンって1,000円超えるものですよっていう認識になりゃまた変わるのかもしれませんけどもね。 もうラー,んです、ね、ラーメンが短すぎるんでそ,のそれぞれがね物差しを1本ずつ持ってるから<ー>なかなかこれ収集がつかないっていうのが今の状況かもしれない、ね、確かに海外とかだったらねいっぱい3500円とかするから多分海外の方が日本でラーメン食べたらこんなに美味しいのに <laughs> こんなに安いってびっくりされると思い <laughs> ますけどもさあ、えー、井出さん、まあ、せっかく、はい、なので井出隊長さんあの。 関西にあるおすすめラーメン店というのをぜひ、はいえー、聞きたいなと思うんですけれどもうまあ数ある、はいえー、中でなんですけどどうでしょう何かいくつかご紹介いただければと思うんですが、うん、はい、えー、まずご紹介したいのが、はい、えと上新庄駅の近くにあります、はい、博多豚骨天天ささんんでですすねねははい天神器さん、はい、はい、大好きです、ね、こちらは、えー、結構有名で知ってる方も多いかもしれませんもんね。 2000年オープンの博多ラーメンの人気のお店なんですけれども、店主さんの美学がね、そのお店とかラーメン全体ににじみ出ているっていうのがいいなと思ってて、はい、結,結構、博多ラーメンっていうと、割とね、こうなんか、えー、なんんですか、ぶどう派な雰囲気も、ね、<laughs> ある中、きしっとした店内で、うんえと、非常に素晴らしいスープ、ね、作ってるなっていう感じで。うん あのこってりの「ロウ」というあのオイルと書いて「ロウ」という、はいうん、あっさりの「和歌」「若いという和歌から選べるっていうねうん、うん、だからしっかり炊いたスープを「ロウ」とね、はあ、こうなんか表現するのがすごいいいなと思ってそうなんですね。どうでしょう本当カ数ある博多ラーメンでこれというその天神記さんの,その井出隊長さんならではのこ,ここを味わってほしいっていうのは うん、そうですね、もうあのー、臭みが全くないですよね、あ<ー>そうなんですね。ですけど、厚み十分でですね、うん、まあ,あとね、ポイントとしては、そのあのあ丼にスープがなみなみ入ってるっていうのが、<う>これが嬉しいなという、もうこぼれんばかりの、うんもうね、替え玉せざるを得ないスープの量、<laughs> これが、<laughs> なるほど食ってくれと。あ 井手隊長、替え玉はもう健康のこと考えたら、隊長はちょっとお控えになったほうがいいと分かりまあとどうでしょうか、その他でいうと、お店では。あとはですね、これも有名店なんですけど、尼崎の豚の星さんです。こちら、2018年創業のお店で、店主さんは京都にあります、無鉄砲という有名なお店の。 出身なんですけどここもですね、うん、まああの豚骨の濃厚感、こってり感っていうのは、もう日本最強レベルの今、写真で拝見しましたけど、すごいこってりですね、これ濃さだと思うんですけどね、ここも店主さんの美学がすごくてですね、な <laughs> んで、うん、もう豚、と豚骨だと、もうすごいなんかもうね、ね <laughs>、はい、とんでもない店を想像するんですけど、めちゃくちゃピシッとしててですね。ああ あのこだわりのスピーカーであの、60年代から80年代ぐらいの洋楽の名曲がずっと流れてるわけですね。なんか,か行列が長いんですけどね、なんかね、もう待ってるだけで至福の時間なんですよ。<ー> <laughs> え、なんですか、もう井手隊長さんぐらいになって、待ってくる時間すら楽しめるんですか楽しめるんですよ、豚骨の香りを嗅ぎながら洋楽聴く時間、あんまないですよね、だって。ですへりしてますか 相当怒ってるんです知ってるるんですよはがまが2本、ドーンドーンと置いてあって、あと寸胴どう1本入置いたんですけどね、うん、その豚骨粒三3本のスープをこの状態を見ながら、ですね、うん、都度かき混ぜて、こうなんかブレンドしてるわけですよ、天使さんが。<ー>もうこのなんかね、レシピにできない感というか。なる、うん、ほど 俺の中にレシピがあるぜみたいなね、この背中がね、かっこいいんですよ。となると、そのスープは飲み干さないと失礼ですよねとか、飲み干しちゃいますよね、僕いっとね。これは飲み干してますね。なるほど。本当もう、ンギンにお腹を空かせていっていただきたいうあともう一点ぐらい、せっかくなんで。はいあとはですね、桜宮駅の近くにあります、はい 光に龍にマス、リエチ。はい、光龍マス。今年ね、辰年ということでね、光龍マスさん、龍なんですけどね、ここもですね、ここはですね、トンピ、豚の皮。豚の皮と鶏で取った白湯スープのお店なんですけど、これがね、もうね、 ポタージュですね。ラーメンのスープがポタージュですか。もうポタージュ感がね、すごくてですね。今写真拝見しましたが、ここ確かにあの色合いもちょっと。黄色みがか,かって感じもありますよね。そうなんですよね。<ー>いいとろみとですね。ああ、本当や。とろみがあるんで、もう便にめちゃくちゃ絡むわけで,ですよ。あ、そんな絡むなーーあー。はい。 <で><ー>ここに石窯焼きのチャーシューがポンポンと乗るっていう、これがまたね、美、うんはい、いしいんですよ。まあ、駅前なんですけど、ちょっとね、路地裏のなんか、隔離型的なお店なんで、ちょっと見つけると嬉しくなっちゃうようなお店ですね。うん このあの口の周りがこうこうカピカピにこうなんかしばらくするのなだなってくるみたいな、ね。そのペタンペタンになってね。はあ<ー>。そのペタンペタンを味わいながら帰る。ペタンペという。ああ。じ <laughs> これもなんかこうこうなるとご飯と一緒にこう食べたくなってきますよね、うん、なんかね。ご飯も合いますこれ間違いなくね。<う>ご飯合います、ね、でこんなお店を日本全国にずっと歩いてらっしゃるわけでしょういで隊長さん。 うす,すごいな。はい、え、今日はどちらで、うん、えっと、どの都道府県でお召し上がりの予定ですか、はいはい、今日は。あ、今日はですね、はい、えっとお、お昼また東京で別のラジオあるんで。はい、えっと、あざ大ヒルズ周辺ですね。今日は何食のご予定ですか、ラーメンは。今日はね、あの夜は麻婆豆腐食う予定になって、今日は一食ですね。<laughs>